はい、どうも皆さんこんにちは。ひょっとこマークのゲームバカ、ひよのすけでございます。はい、さて今回ですね、ご紹介していくのはズバリ金策でございます。で、その中でですね、やっぱり魚を取っていくよっていう金策になります。で、皆さん魚を取っていくっていうと、まず連想するのが釣りですよね。はい、それとあとはもう一つは、バーミトンライフルとか銃で魚を撃ち抜いて、撃ってきたやつを拾うっていうような、はい、金策で、あともう一個がですね、最近ね出てきた金策で、浅瀬にね動物の死骸を置いて集まってきた魚を取るっていうような金策があったりします。はい、で、まあそれぞれねメリットもあればデメリットもあるんですけども、やっぱり皆さん、釣りとかあとはまあその銃で撃ち抜くっていう部分に関して抵抗がすごく多いんですね。やっぱ釣りづらいとか、はい、あとは銃で狙いづらいとかね、結構あると思います。個人個人でやっぱりそれは価値観の差があると思います。で、まあやりづらいとかっていう人も多いので、今回ね本当にシンプルな金策をご紹介しようと思います。っていうのは、今回の金策ですね、準備するもの何も必要ございません。竿もいらないですし、銃もいりません。ということはですよ、簡単に言えばチュートリアルが終わったらすぐできる金策をご紹介しようと思います。はい、でなおかつですね、効率の方が、検証した時点なんですけども、10分間でまあ25ドルぐらいの、はい、それぐらいの利益が見込める金策になっております。ということでね、早速ご紹介していきたいと思いますので、最後までお付き合いの方よろしくお願いします。それではいきます、スタート。はい、では早速始めていきます。で、今回はですね、魚を拾っていくっていうんですけども、まあ本当に場所がね、こんな砂漠のとこなんですけど、どこに魚がいるんだっていう話なんですが、ちょっと見ててくださいね。はい、実はですね、この民家のところの、はい、なんとここにニジマスが落ちてるんですね。はい、ということで今回狙っていくのはこのニジマスちゃんになりますね。他の魚は狙いません。もうニジマスだけですね。こういう風にニジマスが落ちてるので拾ってください。で、今これ3匹落ちてたんですけどもね、この落ちてる数っていうのはランダムです、本当にね。で、今3匹拾ったんですけど、これでもう皆さん7ドル50セントでございます。はい、早いでしょう、ね。で、これしばらく待ってるとまたリスポーンするみたいなんですけども、多分待ってる時間がもったいないので、もう拾い終わったらですね、すぐにセッション動いちゃいます。はい、そっちの方がズバリ効率がいいですね。はい、まあこういう風にね、イーグルアイで見てもらって、で、もしねもういないなって思ったら、もうすぐこのオンラインの方から、はい、フォローモード使ってね、はい、そのままもうセッション動いちゃってください。はい、はい、ではあれからですね、まあ、2、3回ほどこれを繰り返しまして、はい、まあかれこれ5分ちょっとぐらいですかね、経過しました。で、また拾っていきたいと思います。まあイーグルアイを使いまして、結構ね離れたところにも落ちてる可能性があるので、くまなく探してくださいね。はい、こんな感じでニジマス落ちてますので、どんどん拾っていきます。本当に効率いいので、これびっくりするぐらい、はい、ただ拾うだけなので、もう本当に何の道具もいらないですし、本当に早いです。で、こういう隙間とかにもいたりするので、まあ、うまい具合にこう拾ってあげてください。で、結構セッションこう何回か回ったんですけども、基本的に1匹から3匹の間でね落ちてるかと思います。1匹のセッションもあれば、まあ、3匹落ちてる時もあるっていうのがあるので、もしかしたら3匹以上の時もあるのかなと思うんですけども、まあそれは皆さんやっていく中で見ていただければと思います。で、まあ5分ぐらい繰り返すと、もうすぐ10匹になりますので、はい、あと10匹溜まったらですね、もうすぐに馬に乗って最寄りの町のお肉屋さんまで売りに行こうと思います。はい、はい、では早速売っていきます。で、値段なんですけども、まあなんと25ドルです。はい、たった5分ちょっとぐらい回しただけでこの値段です。本当に儲かりますね、これは。はい、やる価値はもうすごくあると思います。では最後にですね、気になる場所の方をご紹介しようと思います。どうぞ。はい、では気になる場所のご紹介です。で、今回金策を行った場所なんですが、マップ全体的に見ると左下の方ですね、タンブルウィードっていう町の、
はい、そこからこう下に来たこの場所ですね、あの民家が2つ3つこうポンポンとある、ここが目印になってますので、はい、皆さんちょっと端であれですけども、遠いですけどもちょっと目指してみてください。でこの場所のメリットとしてはやっぱりあのなんていうんですかね、結構あのサンドニとかブラックウォーターから離れてるので、まあそこまで邪魔が入らないっていうのがあるんですよね。はい、でもデメリットとしてはやっぱりどうしてもあの街までが少し距離があるって見ていただけると分かるんですけど、なんでちょっと売りに行くまでが少し遠くなるなっていうのがデメリットで、あともう一つなんですけども、まあ今回こういった形で動画を公開させていただきますので、多分同じことをやる人が何人も出てくると思うんですね。なのであまりちょっとやるのが遅めになってしまうとやっぱりやってちょっと被ってしまうので、どうしてもやっぱ聖書の移動が続いてしまうっていうのがデメリットになります。はい、ちょっとねあのこの辺がデメリットになるんですが、ただやっぱりあの聖書うまくいけば、はい、結構稼げる金策になってますので、はい、皆さんやっていただければなと思います。はい、でこれでまあ今回の紹介以上になるんですが、もしですねこの金策やっていただいてね、良かったよとかね、今後もちょっと金策とかいろいろ気になるから見てみたいなと思いましたら、皆様チャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんのねそのワンタップが僕のモチベーションやる気に大いに影響しますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、では今回はこちらでお別れになります。どうも最後までご視聴ありがとうございました。 See you。光をその光を僕の